小説に用いる天然、泉強花小説を作る上では、いかにしても天然を用いぬわけにはいかないようですね。例えば、惚れ合った男女二人が話をしながら横丁を通るときでも、晴天のときと雨天のときとは、話の調子がよほど違いますからね。天然といっても、海とか山とかに限ったことはありません。 室内でも、障子とか、襖とかいうものは、天然の部に入ってもよかろうと思います。だから、その室内のことを書くときでも、天然を見逃すことはできません。また、夜更けに話すのと、白昼に話すのとは、おのずから人の気分も違うわけですから、勢い周囲にある天然をよそにするわけにいかないでしょう。仮に場所を東京市内に選んで、 神だとすればまたそこに特有の天然がありますどこかといえば私の柵などの中には景色を見てから人物を考え出した場合が多い三尺角や葛飾砂子などは深川の景色を見て自然に人物を思い浮かべたのですしかし天然を主にして作位を害するようなことは面白くありません 程よく用いたいものです。明治四十二年一月。